はい、今日の打倒百姓天国、本日は3月6日月曜日ですね。ああ、今日は暖かかったですね。今夕方近くなってきましてね、まだ最近でまた日が伸びてきてね、6時ぐらいまで暖かい、明るいですもんね。ということでね、どんどん仕事をせんといかんちゅう話でございますが、はい、今日は本当に快晴でね、穏やかな天気でね、里芋が終わりました。良かったですね。はいはい、ということでね、里芋がようやく、じゃがいも里芋終わったということでね、はい、3月入ってもうどんどん作付けね、これからもう夏が来ますので、はいはい、よいしょ、そう、何やるかと言いますと、モロヘイヤの種まきですね。もうどんどん種をまいていかんといかんわけですございまして、春はねほぼ終わりましたので、夏野菜ですね、とりあえずモロヘイヤなんかはね、もうまいてね、早めにもうトンネルかけとけば、まあ5月の頭ぐらいにポソポソとね出てきますので、早め早めですよね。もう2月ぐらいの、2月の終わりぐらいにね、もう種まいちゃっていいんですけどね。よいしょ、ちょっと乾いてるのでね、ささっと濡らしといて、あんまり濡らすのもダメなんですが、ということで、モロヘイヤね、つるむらさき、空心菜ね、こっち使おうか、っていうのはもう少し後でもいいんですけど、モロヘイヤだけはねトンネルをかけて育ってるんですよね。空心菜とつるむらさきはねトンネルかけない方がいいんですね。あれはね、要するに軸を太くしなきゃいけないんで、茎の部分をね、なのでトンネルかけない方がいいんですね。はい、でただモロヘイヤだけはトンネルをかけた方がいいんですね。はい、まあなぜかと言われてもね、まあ経験則でそうだとしか言いようがないんですけど、まあ自分で作ってみれば分かることですけどね。はい、よいしょと、少し湿らしといて、少し湿らしとかないとね、水につけた時にね下から吸わせますんでね、種が泳いでしまっては元も子もありませんので、よいしょ、これは筋巻きですね。モロヘイヤ君はね毎年このやり方ですね。他にどういうやり方があるのかは知らないですけどね、そうやってやるもんだと思ってるので、そうやってやってるだけのことでね、他にいい方があったら教えてほしいんですけど、まさかポットで作ってる人とかいないですよね。いないと思うんですが、ということでね、別にねこの育苗の土は別に何でもいいです。普通に使ってるね、よいしょ、ちょっと、今日も膝が痛くてね、やっぱ里芋3ベッドぐらいやるとね、ちょっと下半身がちょうど痛いっすね。多かったかな。よし、よし、大体このワントレイで、昔はね2トレイぐらい作りましたけど、今はもうワントレイぐらいでいいと思うんですね。そんなに、そんなにもう何十メートルとね、モロヘイヤまあそうですかね、20メートル、そうですね、30メートル、でも去年直売出しも結構しましたんでね、なのでちょっとやっぱり 30〜40メートル作らんといかんって感じですけど、はい、で筋をつけていきます。毎年こうやってるのでね、
なぜそうやるのかと言われても困るんですけど、まあなんとなくそうやってきてそうやってやるってだけでね、まあ理由はあるわけですけどね。意外とね、発芽失敗する時多いですよね、モルヘイヤね。よくわかんないんですけど、まあ2回に分けて作りますから、うちはね。よいしょ。いや今日はあったかかった。さつまいもがね、ベニアズマをね保存してたんですよね。さあさあさあってことで、今年苗作ろうと思ってね、大きい方の一番大きい一棟のハウスの中でね、苗床を作ろうと思ってさつまいもをね引っ張り出してきたら全部腐ってんですよね。いやー、だからやっぱりちょいと今年は寒かったっていうのと、まあなんすかね、やっぱちょっとこいつはですけど、まあ適当な保存の仕方で、どちらかというとね、そんなにこう気合を入れずに、これでどうなんみたいな感じでね、でやっぱりダメよとやっぱちょっと気合入れてね、保存せんとダメですね。やっぱりさつまいもはね、もう10度切ったら8度以下はアウトっていうようなね、昔、聞いたことがあるんですけど、やっぱちょっとね、モロヘイヤ、はい、モロヘイヤの種、わかりますね、こんな感じですね。はい、これでね5日間ぐらい水に冠水しっぱなしですね。そうするとこうやってね、なんかもうちょっと発芽がこうしてきている雰囲気になるでしょ。こういうのが出てきたら、もう、巻いていいですね。買ってきてそのまま巻いても多分出ないと思いますですよね。なのでこうやってね、5日間ぐらい、どうですか、3日じゃ少ないですね。だいたい5日から1週間ぐらいですかを目処にね、ずっと水につけっぱなしにしといて、こういう夏野菜っていうのはね、種が硬いんですよね、種の皮というかね。まあ何でもそうやって丈夫にできてるんで、モロヘイヤなんかもともとね、エジプト原産の日本にはない野菜ですから、そういう意味ではね、種のこの感じというのもね、食性も全然違いますし、ただまあ作るのは簡単ですよね。でね、茎は完全に菌になりますからね。でまあ分解マルチですか、分解マルチで思い出した、今朝ねまたマルチをね、日本農業システムに発注したんですけど、夏に使うねカエルウチ、分解マルチですよね。もう目ん玉飛びましたね。目ん玉が飛びててもう帰ってこないですね。だから今目ん玉映ってないですけど、目から10センチぐらい飛び出た状態でね、まあ冗談なんでっていうの分かってもらえますよね、っていうぐらいもうなんかびっくりこいちゃったね帰るうちね、うちは90センチと135センチを使うんですけど、で法人さんと先ほどちょっと話したらね、150センチ以上はもう50本以上ないと受け付けないみたいなねことを言われたみたいな話でね、マジですかと。まあ僕はそこまでは使わないんであれですけど、僕が注文したのだから90センチと135センチなんですけど、昔ね135センチが7000円ぐらいだったんですよね。それでも昔ね、たっけーなーってね、まあ、さすが分解マルチと思ってましたけど、もう1万円超えてるんですよね、1本がですよ、1本1万円超えてるんですよ。もうね、めまいがもうね、使えないよねそんなの。だけどまあ分解マルチ使わざるを得ないんで、まああれなんですけど、まあなんか弱っちゃったね本当にね。どうなっとるんですかね、っていう感じですよ。弱ったね、本当に。終わりました。適当にこうやってね筋巻きして、で発芽してきたらね、このままなんていうか、ポット取りとかせずにこのまま直接畑に植えるんですよね。2番4番ぐらいになったらちっちゃいやつでいいですね。もうレア丈夫なんで、それでもまあたまに失敗しますけどねポット取りをするほどのことじゃないっていう感じで、ね割と手抜いてやるんで、この種まきの、ただ水にこうやってねつけとけばとにかく発芽はいいので、
出てこないというか、どういうわけか出てこないだよね、うん、その辺のなんか、まあ正直申し訳ないけど、そんなにモロヘイヤごときに手はかけてらんないよっていうのがねあるんで、これ種取っとけばまたね次負けますから、今日はとりあえず半分ぐらいですね、これね。とりあえず1トレーでいいかなって感じですけど、もう気づけば3月6でしょ、もうね待ったなしなんでね、いやいや終わりとりますね。ちょっと2月やっぱりね、2月中にやっとかないといけないことがやっぱりね、里芋も結局3月頭までかかっちゃったし、ダメだね、ちょっとで体調がねやっぱり1週間かかりますね、全然戻ってこないや。今日も3ベッドやってヘロヘロになっちゃいました里芋ね。はいはい、こんな感じでね、あの割と密に巻いてね、あとはまあね、まあまたこれ使いますんで、さあ夏野菜、夏の時期に入りましたね。今週来週ズッキーニの一番手とか植え付けが始まってですね、はい、どんどんまたあのかぼちゃ類も種まいていかんといかんですしね、はい、いや忙しいです、忙しい、いちご飲ましてくださいね。今日はもうね桃引きは履かずにね、上 T シャツ1枚でようやく足の北海道もなくなってね、暑い時期に入ってまいりました。で福土はこの鹿沼土でね、気持ちねちょい薄めでマークですね、結構もうあのかなり厚めであの筋巻きしてるでしょ、なのでねあんまりもう気にせずに丁寧にやらなきゃいけないんですけどね、丁寧にやりすぎてもいけないっていうね、難しいところでございますね。あの何でもそうなんですけどもね、野菜作りのコツというのはまあ当たり前ですけどね、毎日手をかけられれば一つの作物に対してねできるのは当たり前なんですよ。そうですよね、だからまあ家庭菜園の人たちなんかはね、あの毎日行ってキャベツ1個作ろうと思えば毎日虫を取ったり草むしればいいわけでしょね。僕ら専業農家はね、最低限のパフォーマンスでね、最低限のコストでもって最大限のパフォーマンスを目指すわけですよね。なので手をかけて野菜ができるんではダメですよね。そうすると特に我々の場合はオーガニック野菜の場合は手をかけすぎてしまうとね、あの量が作れないのでっていうことですよね。で結局ねよく言うことですけど、昔はだから本当にあのキャベツやブロッコリーを植え付けてですよ、まあマルチは使うんですけど植え付けて、でもうね間に草が生えてくるわけですよね。どうするんですかって言ったら、防虫ネットとか剥がして、そして手で草をむしったりね、管理機走ったりして、防虫ネットをまた張り直してみたいなことを、実際に研修時代僕はそれをやっていたんで、やらされていたんですね。でそういうものだと教えられましたけど、わかると思うんですけど、そんなことやっててねヘクタール単位で回るわけないんですよね。なので僕はいやいやこんなことしててね、それでじゃあ草が生えてきてね、そうやって管理機でやったところで完全に取り切れるものではないとね。だからブロッコリーなんかよく全滅してましたけど、そういうこう中途半端なやり方ではね、オーガニックでは野菜はできませんので、ということにこう気づいていくわけですよね。なので完璧に管理するにはうね間にビニールを貼るということをまあ思いついたわけですけども、そういうようにしないとね、ただでさえね手間もかかってね、だからオーガニック栽培の極意っていうのはね、うね間にありということを言うわけですけど、あのそもそもね除草作業っていうものをしてる段階でやっぱりもう正直アウトなんですね。はい、それをやっていてはね、少ない面積しかできないで手間もかかるっていうことでね、どうせやれても 1,2 ヘクタールぐらいしかできないんではなかなか収益も増えないということになりますよね。まあそんなこともあってね、あのある程度これがね2ヘクタール3ヘクタール4ヘクタール5ヘクタールとこうやってね、もう今やオーガニック栽培で、普通に大規模栽培当たり前になってきてるわけですけど、
そういうこうね工夫なりなんなりってことをしていかない限り、だからまあ僕の場合は特にそうなんですけど、手をかけて野菜ができるっていうのはもう絶対アウトなんですね。だから研修生にもよく言うんですけど、チャンスは1回なんですね。ということはうちはね基本的にやり直しというのはさせません。絶対にさせないことの一つなんですね。で、あ、失敗したと思ってやり直してるようではプロになれないんですね。だから失敗したと思ったら次に行かないとダメなんですね。チャンスは1回だけなんですね。はい、チャンスは1回だけね。それがね成功するかどうかの一つのポイントだというふうにね、多分昔からそうやって言ってると思いますしね。実際僕自身はそうですけど、基本的に僕はね農作業すべてやり直しはしません。一発で決めるってことですね。すべてそうですね。トラクターも1回しかかけないしね。だから失敗した時にやり直してるようではダメなんですね。だからすべて一発で決めていくっていうことなんですよね。だからこのモレヘアでもそうですけどね、これなんていうんですか、様子を見て発芽しなかったら、はい、すぐ次巻くってことですよね。どんどんそういう風にね、なんつったらいいんですかね、あれと一緒ですよ、プロ野球の日本シリーズね、反省をしていては短期決戦はもう勝てないんですね。だから反省をしてはいけないんですね、特にオーガニック農業はね。そうじゃなくてもっとトータルとしてね、全体としてどうっていうねことを捉えていかないと。だからいつも言うことだけど、反省は意味がないですよね。反省ではなく、そしてもっと言うと努力って全く意味がないですよね。はい、一生懸命やるとかね、努力とかっていうのはいつも言うことですけども、それはオーガニック農業と一番関係がない言葉ですね。はい、努力してできるんだったらね、誰でも成功するはずですけど、逆にね、努力を俺はしているなんてことを思っている時点でもう負け組ですよね。はい、もしかしてこれは俺のやってることは努力なのかみたいなことをね、そんな甘ったれこと言ってるようでは話になるんですよね。結果が全てですからね。よいしょ、よいしょ。とりあえずね、これ1ベッド前1枚巻いといてね、3月の頭ですかね、これで3月の終わりまでに、植えて穴あきトンネルですね。モルヘアは穴あきトンネルです。はい、よいしょ。今日は暑かったよねえ。よいしょ、ハウスの中も結構暑くてね今日ね。ふぅ、ザザッと水まいて、日が伸びてきましたね。6時まで仕事せんでかんで、このあとラジオ2本撮ってね。よいしょ、はい、これ今週 レタスね、もう最後の口になりますけど、今週が最後ですね。はい、サニーレタスと、こっちは玉レタスですね。はい、まだこっちね、ブロッコリーだとかキャベツ、あと白菜の最後のね番手がまだ控えてますね。はいはい、まあ量がそんなに多いわけじゃないですから。でこっち奥がね夏野菜。よいしょ、今日ちょっと暑かったんでね、ちょっと裾開けてますけど、ちょっとねばらつきがあるっすね。発芽があんまりよろしくなかったりねしますので、ちょっとうちは今日はあんまり上からやらないんですけど、ちょっとこれやっとかないとダメですね。十分ですね。あんまりやりすぎるとね、徒長してしまったりというかね、水がもらえるものと勘違いしますから ね。基本本番4枚ぐらいまではね僕はあんまりやらないんで、ちょっと今日は暑かったんでね。
もう閉めちゃっていいと思いますが、よし、はい、こんな感じでね、よいしょ。トウモロコシもね、3番手とかね、今週巻いてどんどん行かないといけないですね。3月さ、忙しくなってきましたよ。はぁ、あ、しんどいね。しんどいしんどい。軽くね、水やっておきます。まあ明日の朝また水やりますけど、よいしょ。あれか、まだモルヘアをやらなきゃいけないんだ夕方だったらね、こっち下、よいしょ、さっき閉めちゃったな、よいしょ、モルヘアね、もう大丈夫かな、浸りましたか。発芽までね、もうこのままですから、もうちょっと浸さないとダメだな、ちょっと足んないですね。この時にたっぷりとやれるかどうか。あれ、ジョウロが2つあるはずなんだけどな、もう1個どこ行った。そっか、あっちに置いてあるんだ。よいしょよいしょ、はあ、最近このハウス内にね、黒猫が出入りしてね、まああったかいからね、いい場所を見つけてしまうんですよ、あいつらはね。猫というのは何なんですかね、あいつらは。とにかく自分が居心地が良くなるっていうね、自分がいかに快適であるカンファタブルな状態にするという以外のことは何もしないやつらじゃないですかね。え、全くもってね、何でしょう、あの許されざるあの姿勢ね。え、一度でも高い、あったかい気持ちのいいところに救うわけですね、あいつらは。本当にもう、はあ、ね、この時たっぷりとね、こうやって水あげて、で発芽してね、2羽4羽ぐらいまでできればね、あんまりやりすぎるとまたね、徒長したりしますんで、もうこっから直接ね、畑に植え付けですから。でこんなもうちっちゃいね、2羽4羽ぐらいになって、畑にね植え付けますので、で、もうトンネルかぶせちゃいますからね、一発勝負ですね。それでまあ大体はね、ね、モロヘアって大きくなると分かりますけど、本当にね、とんでもないね、なとんでもないって言ったらあれですけど、なんつったらいいんですよ、こう全然ね、キャベツとか白菜とかね、そういう普通の野菜とは食性が全く違うやつらなんでね、少しね、目出し作業がしてありますので、普通はこれで出てくるんですけどね、たまにね、よいしょよいしょ、よいしょよいしょ、ということでモルヘアがスタートしました。あと今年はね、なんだっけ、ソレイユっていうね、ちょっと変わった葉物をね、作る予定をしておりますね。うわ、トウモロコシ君がもう出てきてるね。トウモロコシ君が出てきておりますので、ポツポツやな、揃ってないね。でももうこれちょっとね、こんな感じなんで、こちら側に、多分明日の
朝出てきますね。どの辺だ、この辺か。ね、ポツポツ出てきてますね。はい。ということで、よいしょ。よいしょ。本当に言うと、トウモロコシ君はね、寒がりですから、この隣が一番手なんだけどな、これちょっと失敗かもね。なんだろう、全然ちょいとあんまり動きが良くないね。今週またね、この隣なんだ、ズッキーニか。これはまだまだまだっぽいね。よいしょ、よいしょ。まだもうちょっとね、最後おそらくね、寒の戻りっていうか、もうちょっと冷え込む時期がね、おそらくあと 1,2 回はあるかと思いますんでね。しっかりとね、こうやってパオパオをかけて、ビニールかけてね、とにかく夜寒いですからね。で、二重トンネル、ね、はい、よし。はい、ということで、行こうぜ。よいしょ。今日は月曜日、明日出荷ですね。はいはい。よいしょと。さあさあ、夏が来ますよ。ねえ、どんどん種まいて苗を育てね。現時点ではね、夏野菜言ってますけど、何一つできてないわけですから、これから作っていかなきゃいけないわけでね。はい、ちゅうことで、よいしょ。というよりも暑かった気がするけどね。はい、ということで以上ね、里芋がようやく今日終わってほっとしてます。さあ、間髪入れず夏野菜ガンガン行かないといけないですからね。はい、ということで以上です。はいはい、それでまた。